2018年6月10日19時36分女流棋士を志している中学3年生、太田野々さんから花束を受け取る藤井聡。太七段将棋の藤井聡太七段、15日10日、名古屋市で開催された、昇級、昇段を祝う会に出席した。デビューしたおととし12月に行われた4段昇段祝賀会から1年半。順位戦で即昇級し、段位を3つも上げた。ウーロン茶で乾杯した藤井七段は、4段昇段の時もパーティーを開いていただいて、それから1年半で、またパーティーを開いていただけるとは思ってもみなかったことで、自分も嬉しく思っています。皆様に期待していただいていることを改めて強く確認しましたが、期待を上回るくらい活躍ができるように頑張ります、と宣言した。現在、東京と大阪に続く拠点として、名護、野将棋会館の設置案が浮上している。出席した河村隆名古屋市長、69、は、藤井さん、頼むでこれ。何でも東京はいかんが、東京はクソみ。タイに威張っとるけど、と地元のスーパースターに懇願すると、名古屋会館案について、場所は考えとる。対局場で行くのか、本当は将棋連盟の名古屋本部も。ただ、運営の金が大変らしい。その辺のところを考えて、と。名古屋だったらお城が見えるところとか、ドエリアところでやったらええが。と荒々しく語ると、サンキューベリーマッチ。藤井くん、万歳、I love you、とシャウトしていた。